はい、じゃあね、今回も夏もんやっていきましょう。お願いします。今日は14日目ですね。昨日はそうですね、夏もんのタイトル回収があったりとかして、八千頭といつも一緒にいたね、おじいが変態ではなくて夏もんだってことが分かったりですとか、ぜひお時間を空けててくださいね。あと、まあ、豚ですね、ライトと綿抜きが家族になったりですとか、あったんですけど、で、今日はまあ今、とことこの話にもありましたけど、前夜祭ですね。では、まあサーカスもあるってことで、いろいろなんかね、充実しそうな予感で楽しみでございますと。で、どうなんですかね、今日日中は自由に動けんのかな。はい、ごちそうさまでした。まあ、流れに身を任せましょう。あ、一旦ぬるっと始まりましたね。じゃあ、ラジオ体操を向かおうかな。あー、寂しくなった。ホタルイカかな、これ、昨晩釣ったね。ホタルイカもね、めちゃくちゃ集めないといけないので、結構ね、大変そうですけど、後々やりたいですね。ご飯。おなんか旗立ってんじゃん。こんなのなかったですね。お、純子の実家だ。夏祭りってありますね。お、山じじい先輩。チス。山じじい先輩はでも、ラジオ体操やってないですよね。なんでこっちまで来てんだろう。お、で、なんか、ここもね、いろいろ装飾がなされていて、もう完全にお祭りのテンションですね。楽しみです。まあ、一旦ラジオ体操、消化しちゃいますね。お疲れ様でした。今日も一日頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。ラジオ体操おしまいです。もう14回目なんですね。もう半分ですよね、もう明日で。なんかすでにちょっと寂しい自分がいるんですけど、まだ半分なんですけどね。そしたらですね、なんか天気悪い、気のせいかな、今曇った気がしたんですけど、まあいつものようにですね、豚にご飯あげましょう。グリー足りますかね。昨日めちゃめちゃあげちゃったので、ちょっとね、どの子かわかんないけど、もしかしたらあげらんない子が出てくるかも。ライト、まずじゃあライトにポテチあげましょう。とりあえず10個はありましたね。で、ライトはまだ成長期と、まあ高校生ですもんね。で、綿抜きですね。あ、そう、綿抜きって4月の1日のことらしいです。はい、10個。お、綿抜きも大丈夫だ。はい、まだまだ成長中。誰が残ってんだっけ今。へい、あ、コーンか。コーンあげられるかな。あ、あー、足りた。結構ポッケの中入ってましたね、グリー。あれ、あ、コーンまだ成長中なの。コーンは食いしん坊さんですね。でもまあ一緒にいられて俺的には嬉しいですと。では、そうですね。自由に動いていいのであればやりたいことはいっぱいあるので、あちや、またここいるよ。ここっていうか、自分家じゃないところ。あんまフラフラしないでほしいですね。じゃあまあ、この辺のね、近くにいる人を片っ端から声かけていこうと思います。一旦もう近くにね、神主いたんで。よ、おはよう。あ、始まった。もうやってんのかな。明日はおみこし。へぇー。おみこしもあるんだ。なんも聞いてないけど、俺。部外者だからかな。で、ラッキーも。なんで呼びそうなんだ。ラッキーさんもね、いましたね、ここに。マークありましたね。呼び捨てちゃいましたね、つい。すいません。あ、どうした？なんか怒ってる。私がここに来るまでの経営状態。なんかあった？収入ゼロですもんね、どうせ。公演してないんだから。経営状態もクソもないと思いますけどね。母島、とことこの、まあ、食費とか生活費とか。あ、あ、虫だ！よいしょ！そういうのばっかり、払っておしまいでしょうね。あいつら何の仕事もしてなかったですからね。深夜に二人で、この街を徘徊していただけですよね。ケツをかけて。で、テントですね。ここに、ボのマークが。あー、いた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 。ボだけかな？また、放心している。おはよう。
今日から本番ドキドキするぼ。頑張って。ところでサーカス団員はどんな性格が向いてるか。それ俺に聞くの？サーカス団員か。あー難しいな。まあどうせ全部選ばされるんでしょうけど、僕が思うのは我慢強さ。あ、勇気。うーん、いや我慢強さかな。正解。大変なことも多いから、そのね、一朝一夕じゃどんな技もできなそうですもんね。耐えて耐えてやっとこう身につくものな気がするので。ところでサーカス団員は大事だと思いました。どんな性格が向いてるの？ただね、勇気も必要ですよね。やっぱ怖いこともいっぱいあると思うんで。勇気がないとできないぼ。やったー、大正解。あのぼは何でも肯定してくれるからいいですね。ところでサーカス団員はどんな性格が向いてるの？なんか話してて楽しいな。正解。優しくないと、まあ、そうだな、みんなと一緒にできないぼ。協調性は大事ですね。確かにチームですもんね。でどうせまたぶら下がってんでしょうね。まあ練習熱心でいいですね。トコトコはブランコやる人なんですね。ラブちゃんだけかと思ってましたけど、まあでもラブちゃんに憧れてサーカス入ったっていう話があったんで、もしかしたらね、その種目っていうか、そのあれも真似てんのかもしれないですね。じゃあ次は、あ、ハチやん、これ気になるんで行きますか。ね、家帰っとろお前って言わなきゃですね。あー、いた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 。何してんのお前、こんな何見てんのこれ。蜂見てんのかな。あー、一匹逃げた。今蜂見てました。こいつ捕まえる努力をしろよ。何見てんだよお前。あ、少年気をつけて。どうした？私は蜂の巣の駆除を頼まれてきてるんだけど、運が悪いと命に関わる。あー、仕事。巣はどこなの？まだ探してるんだ。なかなか見つからないことも多いけど、この家から依頼があったんですかね。必ずこの辺りだ。なんか光ってました？気のせいかな。あ、光ってますよね、あれ。何が光ってんだろう。あ、あ、グリゼロってなってる。弾がねえぜ。あれ、あれ気になる。でも、調べられそうでられないな。よっ、上行けばいいんですかね。ちょっと、あー、現金かい、いらんわ。蜂の巣かと思ったわ。今日じゃ仕事中だから、あれだからまたイベントできないんですかね。くー、あ、豚いる。泣けなしのグリで。いやー、ただ豚。今すげー順番待ちしてんだよな。一旦あの宝の山にお尻の穴を掘りに来てるんですけど、まあまた豚見つけちゃいましたね。ですみません、ラブちゃんの占い今日聞いてないですね。なんで急いでバス使って明日バスをまで帰って占い聞こうと思います。ではまた明日バスでお会いしましょう。じゃじゃ、お邪魔します。いやー、よかった、いた。ラブちゃんは今日ね、今朝はサーカスの練習しないんですね。おいおい。話が飛躍した。でも可愛い嘘つきますね。で、サトルも可愛いですね。これ今日のあなたを占ってみる。まだ小4ですね。まあ小4でも信じるか怪しい内容ではありますけど。よっしゃ。じゃあちょっと待ってね。よし、聞いちゃいますか。本日の運命。でも今日したいこといっぱいあるんですよね。うわ、あのよもぎ滝とかそうですよね。あと、まあ一応ハチヤのイベントもそうですし。惑星のカード。はい。それは、おもちゃ屋ファニー。澄んだオーラ、これ前も聞きましたよね。小さな私。はい。なんだそれ。でも前グリ列砲の強化版を買いに行った時がこの占いでしたっけ。人のカード。なんかまた増えてんのかな。東大山方面、昼。どこ？東大の方か？あー。崖の間、へー。
これはまあ座敷わらしでしょうね。好きなカードを選んでちょうだい。座敷わらしはでもいつでも大丈夫なんで、場所だけ覚えとけば、それは水や空気の循環、優先順位は低いですね。天と夜。うんうんうん。ああ、そうだよね。張本人ですもんね。いいな、はい、もうこれ今のに関しては占いでも何でもないですね。人間の頑張るよっていう意思表示をしてもらいましたね。それは因果応報のこだわり。はい。お、鳥居島。はいはいはい。これあ、虫か。座敷わらしのことかと思ったんですけど、はい、一回なんかぬるぬるのなんかを添えろよみたいな、備えろみたいな。座敷わらしを逃してるので、その話かなって思ったけど、珍しい虫がいるらしいですね。これは覚えておきましょう。まあ虫なんか今日限定じゃないとは思うんですけど、行けたら行きたいですね。じゃあ、一体、今、IQ めっちゃ下がりましたね。一回、よもぎ滝の方に向かおうと思います。今だ！あ、バレた！なんで工場長は増えんだよ。もうついにいつもの子供って言われちゃいましたよ。まあ工場寄り道しているっていう感じなんですけど、なんか話進んでるっぽいですよ。これは根気が必要ですね。そのうちね、何かこう進展がありそうですね。で、昨日の、何でしたっけ？何でしたっけあれ、天狗の山か。の山頂の下りとか、あと時計塔の話ですね。で、思い出したんですけど、てっぺん登ろうぜって、これか。やつ結構放置してんなって思って、これもね、隙を見て、やりたいなって思うんですけど、でも多分これのことですよね。工場の煙突。あ、煙突ってこっちか。これもね、隙を見てやんなきゃですね。ステッカー何枚いるんだろうなって感じですけど。まあ一旦すみません。よもぎ滝ですね。向かいます。久しぶりだな。この場所に来るのはよ。沈没船でございます。で、よもぎ滝ですね。まあ、確か前来た時も一応興味は持ったけど引き返したんでしたっけ。どこだったかな。裏側、滝の裏側って言ってましたよね。あ、こんな場所でも見てないかもな。気づかなかったのかな、当時の自分は。ただね、今この屈強になったサトルであれば、大体の場所はいけると思うんで。わー、もっと滝邪魔、何も見えん。この奥からさ、お宝の匂いがする。よいしょ。あれ、なんもないですね。あれれ、ここではでも何も取ってないですよね、俺。だから、お宝が仮にあるんだとしたら、まだあるはずなんだけどなぁ。こっちかな。以上。ほい。お、入れますね。あれ、でも、これ以上奥に。いや、カメラが何もわからん。あー、でも、こっち側は洞窟ですらなさそうですね。あれれ？おお、危ない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 、よいしょ。だが今の俺はムキムキだぜ。何？油断しました。すいません、大きい声出して。よいしょ。よし、まあね、滝の裏側には何もなかったですけど、今の俺は登れるんで。なんかここ不思議ですよね。模様みたい。え、なんで？なかなか登んのも難しそうですね。こっち側から行くか。よし。うわ、やっぱ落ちる。なんか、どっかアンチが、あ、ここアンチか。こっちどうだ？こっちどうだ？ラッパ森。ラッパ森なんだ、ここ。ここの裏側は、あ、ないな、裏側。あ、裏側ないですね。あれー、残念すぎる。残念オブザイヤー。あれれー？おー、
おお、無理やり。いやー、ここ来たっけなー。あ、でもなんか登れそう。ラスボスは一番奥にいると思っ、あ、ここはダメか。どういう状況これ。どういう状況これ。あー、なるほど。じゃあ横から登りますか。マップを見るにまだまだね、大きい滝が奥にあるっぽいので、そこでね、何かしらお宝だっけがないとちょっとどうしていいかわかんないっていう状況なんですけど、まあまあまあ、まだ先がありそうなんで。もうわけわかんないよこれ。あ、あ、あ、むしる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 。いやーもうイライラする。イライラする。ここ全然登れん。でも虫ゲットです。嬉しい。多分今目の前に見えているのが一番奥の滝だと思うんですけど、どうかな。来たことなかったかなここ。あー、でもまだなんか上ありそうですね。でもここはここからね登れるんでよかったです。さっきんとこ、この一個前の滝がちょっと登るの大変で。おおおお、これは明らかに知らない場所。真剣ゼミでも教えてくんない場所ですよ。ピッケル、ガラス石、しょっぱいですね。これはなんだ、これは水たまりか。お、なんかお宝ありそうな気配ありますよこれ。黒いダイヤ、うーん、違う違う、そうじゃない。いいですね。今さらこんなんじゃはしゃがないですね。あ、危なかった。今ちょっとはしゃぎそうでしたけど、でもね、ちょっと求めていたものと比べると少し違うなーっていう感じなんですけど。あ、まだまだありますね。あ、で虫もいますよ。これは先に虫ですね。よっ、よしよしよし。逃したら大変なんで、ゲーミング蝶々のね、二の舞になってしまうので先に捕まえちゃいました。モルフォ蝶モドキ、モドキ、モルフォ蝶ではないんですね。で、ここもう全然、どこだこれ。あれ、でも出てきちゃいましたね。お宝、お宝、もうなんかラッパ森とかに来ちゃいそうな雰囲気ですけど。あれー、お宝、ちょっとブラブラしますか。もうちょっと、よっ、ほっ、すごいけど。すごいけど、なんか光ってます。奥で、あれなんだろうな。ただまだまだ上ありそうですね。頑張ってみますか。よっしゃ、飛ぶか。と、飛べなかった。ねえ、ギリギリ、危なかった今。心臓キュッてなったが、なんとか登れたらしいですよ。もうごめんなさい、僕が疲れちゃって、すいません。サトルの方が何倍も頑張ってんのに。こっち来たことないよな多分。なんかね、あ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 、虫いる。よいしょ、ゲット。立ち入り禁止ってなってますね。カラスアゲハゲットです。いや、これは険しい。こっちでもこれ以上はないのかな。進んでもお宝って話でしたよね多分、ラブちゃんの占い。あ、これ以上進めません。ゲーム的事情が働いている。じゃあもっとこっち側か。どうします、これで。お宝が景色って言われたら。おいくらラブちゃんでもちょっと怒っちゃうかもしんないな。まあ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 、でもね、ブラブラしてて楽しい場所ではあるんですけどね。どこが一番高いだ。いやー、ちょっと飽きましたね。飽きましたね。なので、下で光ってるやつだけ回収したら次の目的地に向かおうかなーって。なんかね、消化不良感ありますけど、
敗したし着地微妙に失敗したしダイヤだし、いやー悔しいなー。ここで合ってますよね滝。なんで何もなかったんだろうな。またちょっとラブちゃんに追加のヒントもらおうかなって思います。すみませんでした、中途半端で。次行きます。はい、じゃあ徒歩で博物館までやってきました。なんかね、マークが出ていたので来たんですけど、今日は館内の定期清掃が終わってちょうどいい感じなんだ。うちは館長も私もお掃除が大好きなの。2人しかいないんですかね、スタッフは。徹底的に綺麗にするのよ。綺麗にしすぎて時々展示物がすり減ってるんだけど。すり減るようなもんあったかな。アンモナイト、ねえ僕、アンモナイトか。不思議なものを見つけたんだ。あとこれって何だろう、キモい虫とか。すり減ったの。じゃあまたね、欠かさず掘りまくったお尻の穴を提出しましょう。グバー、ね、あやべ、飛ばしちゃった。この化石はとても貴重なものです。ぜひ当館で展示させていただきたい。でもアンモナイトの化石って言ってましたね。展示してもらうことこれで揃ったんじゃないか。これでアンモナイトの化石は全て揃ったようだ。5000円でしたっけ。おめでとう。化石が揃ったので博物館から金一封がもらえた。まあ2個で5000円ならコスパいいなって思いますね。ああやっと1個当たり引いた。もうガラクタばっかでした。まだあるかな、お尻の穴。はい何2段ジャンプ、おめでとう、ステッカーが増えたことでジャンプ中にもう一度ジャンプなんで2度目のジャンプ中にスティックを入力するとどういうこと。いまいち飲み込めていないんですけど、ね、不思議なものを見つけたんだ。2段ジャンプ、もはや人間ではないのでは。これはちょっとすぐ試したいんですけど、伝説の一品です。こんなんどうでもいいから早く俺試したいですね。ちょっともうペット終わらせますね、これお尻が停止すんの。なんと素晴らしい、裏山に落ちた飛行機でしょう。やっと当たりきた。この化石はとても貴重なものです。裏山に落ちた飛行機、ぜひ当館で展示させていただきたい。化石じゃないんだ。僕は見つけた化石を展示してもらうことにした。化石の定義って何。こういうのも化石っていうのかな、飛行機。ねえ僕ちょっと珍しい虫を見つけたみたいなんだけど。お尻の穴は終わったみたいですね。ただ虫捕まえたって。珍しい虫、どれどれ今日の話ですよね。どれのことだろう。僕は博物館の館長に虫を渡した。あれかな、なんちゃらもどきかな。おや館長、どんな虫でしたか。これは、はい、何、間違いなく我が博物館が探し求めていたものです。早く言え。あ、そうだ、もどきだ。もどきレアだったんですね。まあなんか意味深な場所いましたもんね、洞窟っぽい。やったぜ、行ったかやってよかったですね、これ。展示してもらうことにした。これで何の成果もなかったらね。金一封がもらえた。もう崩れ落ちるところでしたよ。はい。これでも4種類。全部で確か虫20種類くらいいましたよね。全然だ。はい。あーで終わったみたいです。もう見なくていいですかね。飛行機とアンモナイトと虫、ちょっと時間ないし、今日多分お祭りもあると思うんで、ちょっと巻きで行きますね。次回なんか来た時にまた、まあ、余裕あればまとめてみようかなって。で二段ジャンプですよね、気になるのは。もう一回、いや、あ、ほんと、えぇ、ほい、あれ宙返りみたいな、どうやってやんだろう。人じゃねえこいつ。わあ、もうこれで高い場所からじゃなくてもこの何でしたっけ、マント使えるようになりましたね。あ、こういうのもあるんだ。サトルが屈強になればなるほどこういう何でしょう、小技というかアクロバティックなことができるようになっていくんですかね。まだまだ成長するんですかね。そしたらまあ流れで隣町まで来ちゃったと思うので、あ、もう夕方ですね。今日何もしてねえ。蜂屋あいつ。ちょっとイライラしてきましたよ。まあせっかく来たんで隣町の方、あ、五丁目カフェもいいな。ちょっと考えますね、すいません。お、今虫、あ、虫いる虫いる、サイ、よーし、
ですね、まあぶっちゃけノープラン気味ではあるんですけど、まあ八頭団地が近かったので一旦こっちに向かってきました。まあでもね、八頭はいないんでしょうね。ね、八頭のあの一緒にいるおっさん、夏もんっぽいですもんね。なんかもう話したいんですけどね、もうちょっとこう八頭絡みのイベントを見たいんですけど、今日は厳しそうですね。ただこんなんあったっけ、あのよもぎ谷の方には確か来ていないので、もうこの流れで探検しちゃおうかなって思いました。丸、どこがよもぎ谷だ。すごいですねここ。なんかあるけどあれダイヤっぽいな。いいや、もはやダイヤくらいじゃ心なびかないですよ俺は。でもこれは完全に初めて来ましたね。来てよかった。怪我の巧妙的な感じですね。迷子になった甲斐がありました。ただなぁ、何かこうね、せっかく来たなら成果を上げたいところだが、この先立ち入り禁止。なんかすごいところに陸地が。この下はなんだ、奥沢の方かな。こっち一旦もうあっち行ったら引き返せなそうなんで、こっち側見てから行きますか。これ以上上とかって、いやー厳しいなー。よもぎ谷なのかここは。そもそもちょっとマップで見ちゃいますか。あちげえよ。奥沢はこっちか。じゃあ向こう、こっち側が奥沢で、こっち側がよもぎ谷あれ違ったらごめんなさい。ちょっとマジで俺方向音痴なんですよね。頭が悪いというか。ああそうだ、こっち側がよもぎ谷だ。じゃあ奥沢は一旦無視してよもぎ谷こっち行きますか。ほい。あ、二段ジャンプすればよかったですね。でもこっちは来たくないですか、前探検で。じゃあ成果なしかな。何かあったら、来たことありますね多分。まあ何かあったら都度ね報告しようと思います。せや。お、この辺ゲーミング蝶々の場所じゃないか。とりあえず一匹ゲット。キマダラルリツバメろれつが怪しかったな。はい、ただ多分まだいる。油断すんな。よし、いけ。どうだ今。え、あ、入ってない入ってない。よしよしよし、今いったよな新しいやつ。うえ、2種類ゲット。よかった、最低限の収穫はありました。お、なんかこいつだけ2匹ですね。なんでだろう。一旦なんかそれっぽいところに降り立ったんですけど、この辺ゲーミング蝶々の場所でしたっけ。覚えてない。まあゲーミング蝶々いないかどうか探してみますね。お、よっ、探してみますねじゃねえ。違う、そうじゃないこれいらない。後ろ。あーか、現金あるけど今なんかすごいの逃した気がする。あいつは、あいつ持ってるやつ、焚き火がありますよ。誰のだろうこれ。夏もんかな。夏もんち近いですもんね。焚き火は初めて見たな。また別の場所ってことかな。迷子です。ど、またなんか初めて来る場所迷い込んじゃいました。そして虫もいる。よし、もうこれ以上逃がしたくないですね。ひよどし蝶ゲットです。なんか車がいっぱい。お、とか言ってる間に125種類ゲットです。
125種か。まあ順調そうですけど、でもやっぱ後半に行くにつれてね。待って、ゲーミングチョウじゃないかこれ。違う、もう逃がしたくない。やっと集中しろ。閉じたらすぐ網を振る。はっ、あー、いかないね。ゲーミングチョウ逃しちゃった。で、穴にミツバチかこれ。どうでもいいですね。どんな問題？金管。何の話でしたっけ。ただなんか見たことない場所ではあるけど、収穫という収穫はなかったですね。ゲーミング蝶々を逃したくらい残念だ。お、あー、虫、それじゃない。よいしょ。あー、行かないで、もう俺から何も奪わないでくれ。くっ、俺はなんて無力なんだ。いやー、また逃しちゃいましたね。3種類くらい連続で逃してるか。やばい、心が折れる。あー、行けないかな。おいった、ご両親で行った。ここもね、以前諦めたところですよね。あ、登れるのかな。でもこの上になんか網があって、おそらくここからこう頑張って登っていくのでは絶対無理な場所だと思われます。でもまあ挑戦したくなっちゃいますよね。一旦どっかで休みたいけどな。あん、これ休めるだろう。あー、ダメだな。ダメですね。あー、なんかちょっと可能性をあまり感じないので別の場所行こうかな。悔しいな。で、タイヤ、これはなんだ、来たことありましたっけ。あ、鳥がいっぱいいる。で、ブロックありますね。一応どかしますか。よいしょ。八頭とかいないかな。あー、ミミズだ、惜しい。やっと見つけたぜ。見つかっちゃった。八頭っぽいミミズを見つけて、もうすぐですね。いや、正直今日消化不良感すごすぎますね。まあ初めてですけど、これ選べますか。うえん、嫌な感じ。大丈夫。まあでもこの下がったテンションを、今晩はお祭りがあるので、盛り上げてもらえますか。変な妖怪を見たんだ。なんだろう、座敷わらしかな。座敷わらしだったらご注意よ。なんで、いっぱい見てるけど。屋根裏でこの話を聞いてるかもしれないよ。家にいんのかな。じゃあご飯を食べましょう。ショック。今夜は私特製のカレーライス。でもカレーはいいですね。では皆さん、なんか出店とかないんですかね、このお祭りは。はい、いただきます。なんか今のところね、いつもと変わらない一日ですけど、本当にお祭りあるんですかね。あの、ちょっと動画で紹介できるかわかんないですけど、軽くね、こう装飾とかもちょこちょこ、あの、街の中であったりとかしてっていうのはあったんですけど。今夜は祭りの前夜祭。サーカスの開演はいつだっけ。ご飯を食べた後ならば、いつ来られても大丈夫。そんなことある。夜8時から東大山の方で花火大会もやるんだって。今日はあの花火に声かけてないですね。嬉しいね、楽しそう。花火もやるんだ。ああ、もっと街を見て回ればよかったですね。もうダメだ、俺はなんて中途半端な男なんだ。マジ、おお、なんかすごっ。なんかすごっ。他誰もいないのか今日。ああ、みんな集まってるっぽいですね。好都合ですね。本当に誰もいないですね。じゃあ素直にあの、みんないるところ、向かいますか。ワクワクすっぞ。小学生の時に夏祭りなんてすごいテンション上がりましたもんね。
本当に誇張抜きで僕1年間で一番楽しみだったかもしれないです。あの地元のちょっと大きい公園で毎年2日間お祭りやったんですけど、まあ親から500円だけお小遣いもらって毎年すごい楽しみにしてましたね。でみんな集まってますよ。これは並んでんのかな。あの隣町のね、誰お前誰お前、しれっとなんか一面ずらしてるけど低気圧サーカスが俺の音楽センスを活かせる場なのか。音楽やってんの？なんかね、シューとアシュみたいなちょっと雰囲気ありますけど何しれっと一面ずらしてんだお前は。で、千春ちゃんとかもいますね。あ、これみんなに声かけられるんだ。で、ちゃんとね、屋台も出てますね。チケット売り場。あ、サーカスもね。はい、毎度あり。どんな用事？バイトしてんの？なんか、いろいろできるっぽいですよ。思わぬ収穫。珍品屋の商品を買う。さてと。どんな用事？何これ、今日しか買えないのかな？全部買っちゃいますか。謎の物体、はい、毎度あり。博物館で鑑定してもらおう。へえ、はい、こんなもん端した金ですね。1万何ぼですか全部で、はい、毎度あり。あー、もういらんですね。豚1匹分です。でミミズとカニ、いっか。あ、でもな、安いからな。一応1個ずつ買いますか。はい、毎度あり。衝動買いです。毎度あり。ちょっと待ってよ、なんかアトラクションもできるっぽいですね、はい、毎度あり。大人1000円、子供500円。じゃあ俺500円か。200回くらい入れますね10万あるんで。で、射的で遊びますか。へえ、1回100円、ぜひやりましょう。俺でも射的やったことないんですよ、人生で。制限時間内にグリ鉄砲で的を撃ち落とそう。大きい的はグリを連続で当てると倒れやすくなるぞ。なんか緊張する。あれビクトもせん。ラブちゃん、ラブちゃん欲しい。連続で、よし、ラブちゃんゲット。これはよしよし。あの車ってさ、あの下のやつを崩せばいけないかな、スイカのやつ。あ、どうだ。よし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 。スイカのはちょろいですね、軽い。あ、楽しいこれ。あ、やべ、あー、くそ、倒れんのかい楽しい、楽しいですよこれ。お、うまいと思ったらうまくなかった。これよし、後ろなんかいる。あー、じゅんこじゃない、りょうこさんね。このピエロも倒して、これでもたまにも残りの数あるんですね。いやー、棒も欲しい。いけ、うわ、棒硬、無駄遣いした。おしまい。棒は手出しちゃいけなかったなこれ。やるじゃない。どうなんでしょうねこれ、いいのか悪いのかわかんないですけど、8000点以上を達成。キノコ？はい、全然元取れねえよ。分かってるよ、灯籠は。あの神主にね、いいように使われたんで。楽しい、ちょっともう一回やらせてください。多分カットしますけど、楽しい、もう一回やります。よーい、ドン。だー、はい、おしまい。あー、でも1万1000点いった。更新はしました。やるじゃないこれ楽しい。でですね、お、なんだ、パパさんぬいぐるみいらんな。あの、これ他人からしたらさ、まだあの一応マスコット的なさ価値があんのかもしんないですけど、もしかしたら俺からしたら親父のぬいぐるみでしょいらなすぎるけど、まあ嬉しいですね。お、なんだ、ぬいぐるみをすべて集めよう。いっぱいあるんですね、はい、ぬいぐるみ。こんばんは。今夜でですね、あの、これ途中で涼子さん通ったじゃないですか。あの時に、あの、なんか、パパさん、親父のですね、それこそぬいぐるみを持っていたので、なんかあれ加点高いんじゃないかなと思って、さっきはそれ気づいたのが遅くて倒せなかったので、今回こそです、絶対ゲットします。へいへい、よし、ほい、よーし、3000点、たっか。あれだけインフレがすごいないやー、でも厳しい。なんかあの車んとこは？マジか、買ったこれ。
山城買った。よしよし。下手だったな今。ほいほいほい。よしよし。ああもったいなかった今。はい、おしまい。ああでもこんだけ下手くそでも記録更新できるんだから。やるじゃん。涼子さんのやつは狙い得ですね。楽しい。あ、とことこね。もうはしゃぎすぎてヘトヘトです。もう一回だけ、もう一回だけやらせてください。楽しい。これもか。ババーン。待って、どこ。よし。で、ラブちゃん倒して、これも行きたい。こっからも運だな。こっちの方がいいかな。よし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 。これ無理だな。これは無理だ。はい、おしまーい。マジでこの車倒せない。やるじゃない。ああ、でもスコアは更新した。どうかな。ああ、12000点。多分もう一個上があるんだよな。はい、こんばんは。厳しい。今夜は涼しいね。ああ、疲れた。あと一回どころじゃなかったです。まあ多分もう一個上があるんですけど、キリがないので、一旦この次、この下のスマートボールってやつも遊ぼうと思います。多くラインを揃えると豪華な景品。了解です。ストラックアウト的な感じですから、あ、違うな。ピンボールか。こんなんあったな、俺も夏祭りで。小学生の時やりましたよ。ゴーゴーおじさんっていう人が、これ運営してて。あ、ライン揃うと無限に遊べんだ。いつもですね、これ、こういう時間、このボールが落ちるのを待つ時間、ゴーゴーゴーって言い続けるおじさんがいたんですよ。地元の小学生でゴーゴーおじさんって呼ばれてたんですけど、懐かしいなぁ。やべ、どうだどうだ。いや、あそこのさ、下のやつなかなか、やばいやばい。よしよしよし、一応戦力になる場所に入ってくれてよかったですね。あと何球なんだ。あー、入らない。これも楽しいな。よし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 。これでちょっと軽くやって手前のどこかに、いいね、うまい。ただちょっと難しいとこに空きができちゃいましたね。あー、惜しい。さ、一番手前の列の上から2番目なんかどうやって見るんですかね。なるほどなるほど。一旦奥の斜めのところ、あー、入んない。やばい、すごい中途半端。ほら、なんて中途半端な男なんだ。お、いやー、あと3球いけ。もう全力で。あー、強すぎてもあっちに行っちゃうのか。跳ね返っちゃうんですね。やばい、ちょっと俺今日昼間の虫のこと引きずってるんで、かっこいいとこ見せたいな。あー、惜しい。ごめんなさい、もう大の音。お、あ、フィニッシュ。一個もそのまま上がった。参加賞ティッシュですかね。あ、グリ嬉しい。グリ嬉しい。おとんのぬいぐるみより全然嬉しいですね。もう一回もう一回やらせてください。ちょっと次こそ決めるんで、勝手は分かりましたよ。よーい、ドン。まず、まあ内側埋めようかな。やべ、入れ。よし、あっち側の列このまま揃えばわけねえんですけど、どうだ。あ、これ狙うの無謀かな。ずっとあっちばっかり。この縦のラインより横のライン狙った方がなんか打率高そうですよね。いや、ちょっと一旦手前も入れて、よし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 。あ、内側いけ。やばい、雑になってるぞ。落ち着け。いやー、そっちじゃない。もうダメだ、泣いちゃいそう。くっそ、いけ。よし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 。いやー、でも端と端残っちゃいましたね。入れ。よし、またあそこ残っちゃいましたよ。あと4球どうだ。うわー、惜しい。今ワンバンしなければ。しかもダブルリーチ。ほい。いや、惜しい。あ、でもこれ手前でもいいのか。
むずい。でも跳ね返ることも考えて奥狙いましょう。跳ね返ったら跳ね返ったでまだ可能性が残る。よし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 、終わった。首の皮一枚つながった。よし、やばい、マジで酸欠になりそう。入れ入れ、よし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 、入んないよりいいぞ。上、一番上のところが、お、あー惜しい。これはもう無理だな。しょっぱいですね。あえてこの2番目が欲しい。早い、よし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 、延命した延命した。俺はまだ生き続けられるぜ。よし、え、うまいんじゃないか、全部いけんじゃない。あー、もんで、でもなんかさっきも残っちゃった2箇所、一番右の列の2番目と一番左の列の上が一生入る気しないですね。一応なんだかんだ狙ってはいるんですけど、いや、しかもこれ各列に横で見た時に、わー惜しい。あ、ごめんなさい、縦で見た時ですねに一個ずつ空きができちゃったから、惜しい。痛い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 、ようやくだ。まだまだ持ち玉はいっぱいあるけど無駄遣いはいけない。落ち着け。ただもう一番上は直で行くしかないからな。あー惜しい。うーん、これね、先生話の続きなんですけど、お、あー惜しい。縦で見た時に一個ずつ残っちゃったので、その失敗した時に副産物でどっかっていうのがもうないじゃないですか絶対。おーし、いった。それがしんどいなって思ったんですけど、俺はまだ参る。うわー、これ行きたいなー、あと2個。あー、これうまくいったら昼間の無念を許してくれ。あとチャンネル登録してくれ。ほい、あー惜しい。あえて万振りするか。跳ね返ってきたところで入れなきゃ無理な気がする。跳ね返りすぎ。でも可能性感じる。もうちょい弱くていいな。万振り気味でやや弱く。あれ、そんな跳ねた、さっき。あ、同じくらいか、もっと弱くだな。やばい、もう弾ないでしょ、なんだかんだ。ここちょっと弱くしたつもり。あ、弱すぎた。もうマジでやばいぜ。弱くしてどう。楽しい楽しい。どうだ、お、あ、あ、惜しい。でも今の感じだな。やば、あと2球。ヒリヒリするぜ、スリルがたまんねえぜ。帰れ。あー、全然下手。終わり。まだ1球あるか。落ち着け。どっちを狙うかだけど、右の方はちょっと正直可能性感じないので、うん、奥の方だな、行くとしたら。で、跳ね返す。ここ、あー弱いか、いけ。はい、おしまい。いやー、ダメだった。4ライン以上。お、永瀬さん。あー、僕か。まあまあまあ、初めてもらうんで嬉しいですね。はあ、疲れた。はい、毎度あり。あー、これでも長引いちゃいますね。もう一回やりますけど。でもこれあえて3ラインとか狙うとまた別の景品もらえるんでしょうね。集めましょう。はい、こん。あ、やべやべ、夢中になってた。なんか花火上がってますよ。どっかで音がする。あ、あっちかあっちかあっちか。花火上がってる。じゅんどこ、じゅんどこ、いた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 、じゅん花火上がってるよ。サーカスを見るなんて一体何年ぶりかしら。前に見たのはどこの。花火が終わっちゃう。もう覚えていないけど、8時ってことだよな。もしかすると同じサーカス団かもしれない。へえ、そうなんだ。うん、多分他の町で見たのよ。そうだったら素敵ですね。あ、なんかすごい、俺の知ってる花火じゃないぞ。今はあれか、
宇宙なんちゃら探索かな。これあれかな、俺が組んだ瀬取り順に上げてくれてるんですかね。え、もっといい場所行きたいな、見えやすいところ。うわぁ、もうなんか泣きそう。なんかおなんかあっちに人いるよ。艦長とこれ助手ちゃん、え、浴衣着てますよ、かわいい。たまや、艦長ようやく助手ちゃんにかまってもらえたんですね。すごいな、一緒に花火見て幸せ者め。俺は純子に振られたのによ。あ、でこれが、乱れ菊でしたっけ。そっか、いやーなんかもうおしまいのこのゲーム終わるんじゃないかっていうくらい、なんかこううるっときてるというか、たまらんなー、純子飛びたかった。ちょっとまだ間に合うかもしんない、ちょっと引き返しますか。どうしてもあの俺がね、何でしたっけ、花火に作らせた月旅行のやつは純子と見たい。純子にその気がなくても俺は自己満足したいです。長岡でいっか、もういいや、もうこいつで。いやすごい、なんか今までの花火と違ってこう一個一個が丁寧というかね、長いですね尺が。本当の花火見に来てるみたいな気持ちになってます。でこれ思い出のね、俺が考えた花火ですね、ひまわりの月旅行でしたっけ、あのおもんない名前のやつ。うわー、でかっ、よく見えますね。あ、終わり、終わっちゃったか。いや、よかった。なんか、一人でうるっとしちゃって、でももうこんな時間、あの、射的とか、なんでしたっけ、なんちゃらボールでも進むんですね、時間って。ちょっともう、誰お前。お前いた？銀融詩人。花火大会の最中、ホタルたちは負けじと光っていただろうか。ガタガタ滑舌。なんかちょこちょこ知らん人いますね。じゃあもうさすがに時間がないので、みんなに声かけてサーカス見てってやりますか。あなたは運転手ですね。サーカス見るの多分初めてだから楽しみなんだ。なんで多分なのかな。小さい頃に見てるのかもしれないけど、僕ねってか、すいません、あの俺一人称安定しないんですけど。俺になったり僕になったり私になったりね。さて今夜の歴史的、俺あのちっちゃい時にサーカス見たことあるんですよ、一回だけ。でもやっぱこうちっちゃすぎたのか分かんないんですけど、あんま楽しくなくて、うちの神社の祈願が途中で帰っちゃったんですよね、タクシーでおばあちゃんと。この目で確かめたい。確かめたい。今思うとちゃんと全部見ればよかったなって。サーカスサーカス楽しいな。千春とさ純子は結局友達なんですかね。今日くらい一緒にいればいいのに。見るのは久しぶりだよ。どんな出し物が見られるか楽しみで仕方ない。お前はマジで家にいてくれ。アイコン出してくれ、わかんないから。で渋谷博士ですね。おついに現れた期待の新人。頑張ってる。僕はサーカスには出ないんだよ。出るの宣伝しちゃったよ。なんでそんなことするか。周りって誰だ。じゃあ出ようよ。ガキンチョたちですかね。期待の新人。それは無理。で、見つめ合ってる双子ですね、森助。今夜のサーカスはどんな素晴らしい夢を見せてくれるのか期待して待っててね。で、マスターですね。楽しみにしてましたもんね、この人。ついに始まるサーカスだ。多分誰より楽しみにしてますよね。うん、楽しんでってくれよ。で、長岡ね、お前最前列にいんじゃん。俺はとても怪しい。みんな何のために並んでるんだ。サーカスだよ。それはとてもとても怪しい。何のためにっていうか、だってお前ほとんど先頭じゃんね。お前の後にみんな並んでるけど。で純子ちゃんですね。もう覚えていないけど、もしかすると同じサーカス団かもしれない。そうなんだ。うん、
多分他の町で見たのよ。昔会ってるとかだったら素敵ですね。で最後京子さん、今日はあなたも出るの？いや出ないけど。僕はサーカス団の子だけど。何も聞いてないけど。サーカスはしないんだよ。あれ？そうだっけ？出るとかあんのかな？どうします？無茶ぶりされたら。よし、サトル行ってこいって。あの日のはくぐってこいって。お！で、開演です。わー！ほんとに第1回公演。お！ピエロ。さあさあ、お立ち合い。ラッキーですね。見ておいで、見ておいで。今宵を目にかけますわ。夢かうつつかイリュージョン、その名は幻サーカス団。待ってました。さてさて、団長いないけど、トランポリン、トランポリン、白髪の生えるまで。誰がやんの？お棒そんな力強いの？棒の身体能力こんな高いと思わなかった。あ、お笑いもちゃんとやってね。あ、王なの？これ失敗だろ？花も嵐も振り越え、池を狙ったんじゃないの今の、ピエロっぽくね。お、トコトコ。お前綱渡りもするんか、すごいな。頑張れ。お、やるやん。あー、トコトコのトコトコが。花を咲かせましょう。誰も反応しない。で、口ブランコ、ラブちゃん頑張れ。ねえ、あ、綺麗ですね、ラブちゃん。どうだ。なんもうまくいかんじゃん。今宵の幻サーカス、ラブちゃんトラウマになっちゃう。楽しんでいただけましたでしょうか。何言ってんだこいつ。なんもうまくいってないじゃん。え、うわ、本日はお越しいただき誠にありがとうございます。俺が悪いのかな。幻サーカス団は今宵も夜霧の露となり、悲しく消えてゆくのです。寂しく消えてゆくのです。終わった。なんか、何も成功しなかったってことですよね。ああ、もうなんか葬式ムードですよ。お通夜だよ、みんな。どこ見てんの？トコトコは？あ、トコトコもぶらさがってたわ。トコトコは相変わらずですけど。失敗しちゃったってこと？なんで？あれかな？今夜の失敗は客席からもはっきりと見えていたはず。なんか俺のこう日頃の行いというか、本当はもっとこうイベントとかがあって、練習してっていう流れで本番に臨むんですかね。一切やってないから失敗しちゃったのかな。いや、そんなことない。俺は面白かったよ。そんなことはないと思うけど。あのラブちゃんの失敗以外は本当に面白かったです。我々プロのレベルを甘く見てはいけません。ラブちゃんのはちょっとあのラブちゃんの事情もあるので、いやいや、そんなことはありません。他人にも厳しいつもりです。でも他の2つはね、こう、バイバイ、もう普通にすごかったですし、はい、さようなら、早く寝るんですよ。エンタメとして成立してましたよね。トコトコのトコトコとかね。あいつは本当相変わらずですね。で、ラブちゃん、いやー、どうかこう気に病まないでほしいですね、今日のこと。近っ。近っ。どいつもこいつも、どうにもこうにも、誰も全然悪くなくてさ。失敗の原因は私の中にあるスマトラタイガーだけなんだよね。意味全然わからないでしょ。うん、終わった。あ、思ったより落ち込んでなくてよかったですね。もう私ダメだって、おしまいだって、やっぱ向いてないんだ、やめるとかっていうテンションかと思ったら、よかったよかった。いつものしょうもないラブちゃんがいましたね。少しだけうまくいかなかったけど、でも明日からも頑張るぼ。あ、そっか、まあ明日、そっかそっか、明日が本番なのか、お祭り的にもね。そっかそっか。あ、出るじゃないな。控室一応来た。こんな時にさ、こんなに団員が切羽詰まってるというかね、大変な時にうちの両親は何やってんだ。団長失格すぎるぜ。あー、そっか。いやー、ちょっと心がねー痛みましたけど、まあラブちゃんも思いのほか気にしてなかったみたいなんで、それだけでまあ救われましたね。他の演目は楽しかったですし。あんなに高いところや危ないところでいろんなことをするなんて、うん、
なかなか勇気がいる職業ね。見直したわ、うん、面白かった。ドキドキして見ていたからよくわからなかった。よかったよかったね。これでさ、なんだあいつら何もできねえじゃねえかとかって言われたら本当に落ち込んでましたけど。今夜のサーカスはどうだった？どうだった？いろいろ失敗してたから今後に期待って感じかな。正直だね。うん。純子ちゃん思ったより辛口ですね。なんだみんなサーカスを見るために並んでいたのか。始まるまでよく分からなかったぞ。本当か？目の前に幻サーカスなんてあるけど。俺は暗いところが怖いんだ。明かりが消えたのでとてもびっくりしたぞ。あ、可愛いな長岡。お前思ったり可愛いな。で、純子ちゃんが思ったり辛口で、まだまだ悔しいですね。ちゃんと始まっていませんでしたね。いくら純子ちゃんといえども、あんな言われ方されたらね、そうです。ぜひ頑張ってほしいですね。これから面白くなっていきそうです。幻サーカス団のみんなには。マスターもね、あんなに楽しみにしてたのに、もしかしたらがっかりしちゃったかな。なんか今夜は随分と失敗があったね。うるさいな。期待外れだった？少々だが。なんか落ち込む。なんか落ち込む。お前、東大の汚れ気づかないくせに。期待の新人、本当に出なかったね。でしょ？こんなことで嘘をついてもしょうがないからね。期待しすぎちゃったかな。でも女の子は可愛かった。ラブちゃんのこと？ラブちゃん可愛いよ。何言ってんだお前、当たり前だろ。サーカスサーカス、ちょっと失敗が多かった。これは明日挽回してほしいですね。で、カンヌシ、どうやら平穏無事には終えられませんでした。なんで？だってたくさん失敗してたじゃない。言わないでよ。難しい。面白くはあったじゃんね。で、お前誰だよ。本当に低気圧。じわじわ名前来ますね、低気圧って。今夜の公演は大失敗。そう記事に書いていいかな。どうでしょう。で、運転手。運転手もなんかよくわからなかったぞ。手応えがよろしくなさそう。バスの運転に例えると曲がりくねった道って感じかな。よくわかんない。オブラート包んでくれたのかな今。旅のですね、なかなか面白かった。芸術点は78点。受けてる。旅の受けてるぞ。あれかな、意外と下ネタいけるたちかこいつ。あのとことこの下りで結構ツボに来たのかな。で、なんか知らんアイコンもあるぞ。やべやべやべ、時間ねえじゃん思ったより。俺バカだったかな、あのずっとスマートボールしてんの。いらんいらん。お前はサーカス見に来たんじゃないんだ。もう多分9時とか回ってますよね。急げ急げ。ガキンチョダモンもね、さっきまで見えなかったですけどちゃんと来てましたね。お、で、八千頭浴衣着てる。かわいい。花火の話。サーカスは、で、お前夏もんって言うんだって？すごく良かった。花火のことだ。まあでも花火もね、少なからずサトルが関係してるんで。すげえ良かった。悪い気はしないですね。花火はもう満場一致で大成功って感じっぽいですけど、サーカスは良くなかったみたいですね。これさ、ラジオ体操無理じゃない？よっ、いい。でも全員に話して回りたいですよね。せっかくお祭りの日なんだしな。ちょっともうこれラジオ体操よりこっちを撮りますね。で、花火お前よかったよ。今夜の花火はどうだった？俺はなかなか楽しかった。みんな褒めてたよ。名付けてもらった花火は見た目も名前も美しい。花火はいいぞ、夢がある。お前はほんと頑張ったよ。お疲れ。名前出せえけどな、月旅行。はいはい、時間ないから薪でお願いします。あいや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 、花火ね、ありがとう。後で花火に伝えとくよ。もうあと30分しかないんですよ。でももうこれどっちを取るかだな。もうでもな、ここまで頑張ってきたしな。すいません、さっき話すの取るって言ったんですけど、明日もお祭りはあるし、せっかくねここまで毎日ラジオ体操ね、もったいないことをしてでも、時間の使い方ねしてでも守ってきたので、
お前、はい、ありがとう。もういいや、ごめんなさい、女子ちゃんはちょっと諦めますね。急げー。いやー、絶対ラジオ体操守りたい。急げ。あー、もっとね、いろいろ射的とかもしたかったんですけど、あんながっつり時間経ってると思わなくて。あー、よし、でも間に合った。あー、よかった。勉強セットが置いてある。すいません、でも射的とスマートボールの下りはほとんどカットだと思うんですけど、本当にずっとやってました。あー、でもサーカスもね、面白かったですけど、いまいち村の人、町の人の受けは良くなかったみたいですね。今後に期待ってみんな言ってましたね。うん、じゃあまあ日中はね、いろいろ消化不良感あって、ちょっと申し訳ないなっていう感じだったんですけど、まあね、ビッグイベントの前夜祭とサーカスの初公演があって、まあ盛り返してくれて見せ場はいっぱいあったかなって思うので、良かったですね。みんなに感謝です。じゃあ絵日記書いて今日は寝ますか。だって、まだわかんないか。今日はお祭りの前夜祭、サーカスも花火もあるなんてサービスしすぎだと思う。そうだな。本当に救われましたね。これかな。日中のさ、珍しい虫があるか。美しいモルフォチョウもどき、僕はドキドキ、蝶もドキドキ、博物館にレッツゴー。これは虫ですね。書くもないんじゃないかって思いますけど。アンモナイトね、これは見てもないですね。アンモナイトの化石を集めたよ。これで全部揃ったのかな。形がなんだかぐるぐる。はい。これでいっかな。で、花火か。もうほら。お尻の穴提出と虫以外何もなかったってことですよね、日中。申し訳ねえ。花火大会、夜空に大きな花が咲く。色とりどりの光のダンスを僕は静かに見ていたよ。静かだったかな。純子ちゃんにだるがらみしてましたけど、でもまあ素敵な花火でした。で、サーカスですね。最初のサーカス、失敗かな。誰も悪くないけど、悪くないのも問題だ。これはね、いや、あえてこっちにしますか。これにしますか。今後に期待。とことこだけ全然絵に入ってなかったけど、なんでだ。まあいいや。じゃあね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。